ウィリアム・ミューラーはアメリカ合衆国のプロレスラーである。ミズーリ州、フレデリックタウン出身、トレバー・マードックのリングネームで活動している。他にも、ジェスロ・ホリデー、トレーバー・ローズ、トレーバー・ローデスなどのリングネームでの活動が知られる。過去のリングネームの由来であるディック・マードック、ダスティ・ローデスのような脂質器のしっかりした体格に加え、試合技術も、 非常に古典的なレスリングスタイルである。ジ・アウトローの異名を持ち、同名のタッグチームも結成していた。1999年に、ハーリー・レースが設立したプロレス同情圏団体でも、ある、WLW で、トレバー,ー・ローズのリングネームでデビュー。WLW では3度のヘビー級王者になっている。2002年7月には、プロレスリングノアに留学生として初来日。 寮に住み込みで、道場において、所属選手と共に練習を行っていた。工業の際には、雑用、裏方業務やセコンドなどにも、十字、選手会工業にも参加した。それ以後も数度来日して試合を行っている。ノア・サン・センジは、入り退場時に常にテンガロンハットを着用していた、ことが特徴であった。また、試合中に最低一度は、行う、腰を、 ゆっくりとくねらせながら、フォーと叫ぶ、パフォーマンス、挑発行為が定着していた。WWE の下部組織、オベに入り、2005年に WWE とディベロップメント契約を結ぶ。同年8月、その風貌が、往年の名レスラーディック・マードックに似ていたことから、リングネームをトレバー・マードックに改め、オベからタックを組んでいたランスケードと共に、 ケイドマードックを結成 WWE デビューする。デビューして2週間で PPV 大会のアンフォーギベンにおいて世界タッグ王座を獲得。しかし翌月の PPV 大会タブーチューズデーにおいてすぐさまケインビッグ賞組に同王座を奪われる。その翌日の RAW において復讐のためにハードコア形式での世界タッグ王座戦にケイドと共に ケイン・ビッグ賞組に臨むも敗退。その後はなぜか、共にデビューしたケイドとのタッグを解消、お互いシングルに専念する。2006年頃より、シングルプレイヤーとして、前座番組であるヒートなどに登場。勝利はしていたものの、RAW への出場は、あまりなかった。その後、天気によって再び、ケイドと、ケイドマードックを結成。ビンスマクマホンに加担し、 DX を追放するために協力する。2007年には、ハーディーズとレベルの高いタック戦を繰り広げる。そして、同年5月には2度目の世界タック王座を獲得した。2008年には、突如、歌うキャラとなり、パートナーであったランスケードと決別。6月に行われた追加ドラフトでスマックダウンへの移籍が決定するも、7月3日に、 WWE によって解雇された。これによりスマクダウンで試合をすることは結局一度もなかった。その後は岩などのインディー団体で活動。2008年9月の WLW のア合同キャンプに指導員として参加していた。インディー団体を渡り歩いた後、2009年5月よりジアウトロージェスロホリデーのリングネームでティネース参戦したが11月に解雇された。 その後、アメリカだけでなくカナダ、メキシコ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オーストリア、ポルトガル、アイルランド、ベルギー、南アフリカ、オーストラリア、韓国などの様々な団体に出場。自らの原点である WLW にトレバー・マードックの名で再参戦し、再び WLW 世界ヘビー級王者になる。 2011年3月よりトレバー・マードックの名でかつて留学生として来日したの兄に7年ぶりの参戦が決定。GHC ヘビー級王座の挑戦、ダッシュを表明した。その後3月7日に同月21日の福岡国際センターで行われるグレート・ボヤージュ2011イン福岡にて同王者の杉浦隆へ挑戦が決定。選手権試合では あと一歩まで追い込むも、結果は赤敗であった。2020年9月29日、アーロン・スティーブンスを破り NWA、ナショナルヘビー級王座を獲得。ありがとうございます。